七種のゲーム、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、やってきました最後の日。どうなるのか。七種岬灯台。嫌に明るいな。これで解決するともあんまり思えないんだけどな。まあ、するのか。するよな。お。女の子が。いるけど。この子もこの子でっていうか、まあ加害者ではあるんだけど、被害者。あ？登っていってる？これもしかして。結構見づらいな。灯台ってでも俺登ったことないな。やっぱこんなか、まあ、こんな感じぐらいしかないよな。え？あんま近寄らん方がいいやつかこれ。笑ってくれるんだったら笑った瞬間に止まれば当たることはないか。よし、この感じでいこう。誘ってんのかな。来るなって感じではもうないよね。もう来たんだから仕方ねえみたいな。そんな感じかもしれないけど、話し合おうじゃない。話し合って解決するもんでもない気もするけどな。そもそもこれどうやって解決するんだろうな。もうだって殺そうとしたのにみたいなさ、ちょっと感動的なやつまで潰してきた相手だからさ、どうしようもないよね。でもこの子だけ全然顔がまだ見えてなくて、そこもちょっと気になってるというか、別に顔潰されてるとかそういうあれでもないんでしょう。ドアがプルン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 じゃないな、あのキコキコしてる感じがするけど、よし。そんなガチャガチャ言うタイプのドアじゃないじゃん。でこれは とりあえずここ、あー、いるけど危ないよ、そこにいたら。ジョーちゃん。ジョーちゃん危ないよ。ジョーちゃん。ジョーちゃん危ないよ。言ったのにだから。これ、下に行かなきゃいけないやつか。あの子は何を伝えたいんだろうな。なんかそんなことをしても無駄だって言われてるような気分になってくるんだけどな。どうにかな、なんか助けになれればいいんだけど。まあでも結局あれだからな、主人公的には自分が助かりたいっていう保身のためにやってるから、結構見抜かれてるというかね、感じではあるんだけど。でも、アンダウンされたらどうしてやることもできないわけだからさ。
何が望みなんだろうな。こんな長かったっけ。あれ伸びてる、もしかして成長期かい。ああ、さすがにそんなことないか。もうびっくりした。あれ開かなくなった。あれなんで開かなくなった。こっちか。裏口って灯台にあんのかな。もうすぐ朝だ。なになになに、急に何ですか。え、急に何。どういうこと。あ、こっちか。急になんかテイストが違うんだけど。あ、なんかいるな。いるっていうか、これなんだ？ここは出れるか？ん？おお、これ大山教授。なに？こうやって、あれかい？解放していくのかい？急にさ、カウントダウンするから、びっくりしちゃって。久しぶり。あれ？あれ？これもしかしてさ、あれかな？小山教授に当たんないといけなかったのかな？そいつは困るぞ。でもこれで死んだら、まあいっか、時間ももう、もりもり減ってるしな。教授、ゲームオーバーか？違うな。ゲームが配信されてる。あ、ブルブルしとる。ブルブルしてるけど、ちょっと待ってくれ。ミネ君、僕には君に秘密にしていたことがある。このゲームに取り込まれた今だなってもう遅いを聞いてくれ。僕には君より一日だけ早く呪いのゲームが配信され、言ってよ。そこに呪いのゲームを持った君が現れた。僕は迷わず実験を決断したよ。自分を使ってもね。君とは逆に、このゲームを無視し続けたらどうなのか。結果、ああ、見ての通りだ。僕はここにいる。だがね、ようやっと分かったよ。このゲームに取り込まれることにようやっとね。生田朝日、あの子は憎んでいたんだ。ゲームを。いや、ゲームに関わるもの全てを。だが本来このゲームは生田氏があの子のために作ったものだ。自分のせいで母親を失ったあの子の償いの気持ちが、いや、それだけじゃない。自分をゲームを憎むあの子に思い出してほしかったんだ。家族で過ごした幸せな日々を。幸い僕らは呪いのゲームを調べることでそのことに気づくことができた。しかし何もわからぬままゲームに取り込まれた生田氏の同僚はそれを知らない。僕はこの事実を彼らに伝えようと思う。成功するかどうかわからないが、さ、ミネ君、急ぐんだ。時期夜明けだ。とは言うけどさ、とは言いますけどさ、大山、そういうことなら先に言ってくれ。時間がねえんだ。夜明けだっつってあと1分しかないっていうのもなかなかあれだけど。そう、もう多分ダメだろうな。霊が出たら避けるじゃん、普通。リコ？あ、でも意外といけそう。意外といけそうだな。ミネ、あの子の恨みは仕事ばかりしていた父親の恨み。だけどあの子は分かってんのよ。それが間違いだということ。だから父親の呪いを、
父親を呪い殺すことはできなかった。早くあの子に真実を伝えてあげて。いや行こう。なんかあれなんだな、別にあの子を恨むっていう方向にみんな行ってないのがすごいよな。恨むだろ普通なあ。小高先輩、あと30秒しかないんだけど、いけるかこれ。小高先輩で終わりか。さすがに終わりじゃないかな。ミネ、このゲームに関わる者に向けられた行き場のないあの子の恨み、それは家族への強い愛の反動だ。このゲームに込められた幾多の思い、羨ましいよ。金には不自由しなかったが、うちの家族にはなかったもんだ。早くあの子に気づかせてやってくれ。頼むよミネ。そう、あと30秒でできるかな俺に。なお、小高先輩やばいかもしんねえ。時間が足りない。小高先輩、次女の子が。あ、ダメそうな気がする。なんか引っかかったし、いっぱいいるし、もうこれダメだろ。ダメだよこれ。病院で会った女？誰？知らない人だよ。病院で会った女は知らないよ。ヘクターはこのゲームをあの子のために作っていたの。殺伐としたものじゃなく、優しく愛にあふれたこのゲーム。私も共感して、この思い、その思いをメロディーに込めたの。メロディーだって。ああダメだよ。まあ、パッと戻るか。やり直そう。よし戻ってきた。結構かかるな。こいつも病院でいたっけ。これ3分ギリギリに作ってんな。思ったより余裕がない。回転させてる時間もあんまりないんだけどな。エクトはいつも本当によく働いていたよ。プログラマーの俺以上に会社に泊まり込んでな。あいつに刺激されて俺もこのゲームにはかけていたんだ。技術だけじゃない、ゲームでも思いを伝えられるんだってな。そうか、思ったより時間がギリギリなんだよ。こいつらみんなユタソフトの社員だったんだ。あー、そういうこと。おい、バカ、おいこっち来いよ。おい、マジ、おい、ふざけんな。おい、お前の話を聞かせろよ。時間がねえんだって。そう、こっち。オッケー。危ないな、もう。家族で行った思い出の場所。3人で過ごしたら楽しい出来事。エクタはその素晴らしい日々と思いをこのゲームに込めていたんだ。母親を失った悲しい気持ちだけでなく、家族への大切な愛の気持ち、その思いをいつか朝日ちゃんが分かってくれると信じて。幼い頃母を亡くした僕もその気持ちがよく分かる。だからその情景をこのゲームの画面に描いたんだ。ちゃんとした人なんだよな。ちゃんとした人なんだけど、思ったよりその思いが通じてないっていうのがやっぱ、親の心こじらすとよく言ったもんだよな。時間がもうないんだが、おい時間がねえぞ。ユタニに関してはあれなんだな。俺が悪かった。そらそうだろ、お前が一番悪いわ。俺はどうかしてたんだ。会社が追い詰められて許せなかったんだ。売れそうもないゲームを堅くなに作る生田を。いや、羨ましかったんだ。
仕事が全ての俺と違って愛する家族のため仕事ができる行くと、いくら詫びても許されることじゃないが、ここに来て全てがよく分かったよ。人間に本当に大切なものだね。朝日ちゃんは岬のベンチにいる。あの子に伝えていってくれ、生田の思いを。勝手なこと言ってんじゃねえぞ。いや、俺も気づけたように本当に大切なもの。くっそ、あいつ勝手な、本当に勝手なんだから。ここか、本当にギリギリだな。おい、後ろからでも大丈夫か。ダメか、ダメか、ダメか、前から行かなきゃダメか。ごめんね、誰だってしつつんのなるかい。これ、もしかしてそういうことが。ここでゲーム起動か。オッケーオッケー、わかったわかった。よし、続きから。多分奥にいるんじゃないかな。頼む、いてくれ、時間がもうないんだ。あれ、こっちじゃなかった、もしかして。あれ、これはもしかして、ダメか、ダメなやつか。そんな、こっちとか、なんか左右にな、なんかあったはずなんだけど、ここの奥とかか。いた、何しに来たの。ちょっと待ってくれ、急に全画面にしないで。あいつは本当に友果さんを愛していた。小さな教会でのささやかな結婚式だが、友果さんがいるだけで本当に幸せそうだった。まるで花畑のように。2階か、いた。私は許さない。あいつは結婚してから別人のようになってよく働いた。朝日ちゃんが生まれてからはなおさらな。これ、それだったら、いや、ダメだな。こうしとこうか。くそ、見づらいぞ。この先にいるんじゃないか。でもママはそいつのせいで。パパが一緒にいたら、いたら救えたのかな。救えたんだろうな。救えたんだろうな。私もそのせいで許せない。ママがかわいそう。そう。でも俺には、君が一番かわいそうに見えるけどな。ママ、朝日、ママが悲しいのはママが死んだことじゃないの。もちろんママだってあなたと家族みんなで一緒にいたかったわ。でもママが今本当に悲しいのは、朝日、あなたも死んでしまったこと。そして今もパパを憎んでいること。生田さん、あ、朝日、でも憎むよな。ママはとても幸せだったわ、パパと出会えて。ママはとても幸せだったわ、朝日が生まれて。ママは本当に幸せだったわ、朝日とパパとみんなで過ごせて。まあでも本人から言ってもらえるとな、だいぶ違うんだろうな。そうか、
そうか。お前が導いてくれたのか。朝日のもとに。朝日。すべて私のせいだ。二人を放っておいて。殺したのはだってお前のせいじゃねえよ。お前が心を閉ざしてしまったのも、今更許してくれとは言えないが、私はその思いをこのゲームに込めていた。いつかお前に分かってほしいと願って。伝えなきゃ伝わんねえよ、そういうのは。パパ。さよなら、朝日ちゃん。君は？もう今更か。どっかで会った気がするが。ええ。それより聞いていいですか？なんだね。続きはどうなるんですか？このゲーム。知りたいかね？はい。やはり、作るべきなのかな。朝日と。償うになるのか。数の犠牲を出して一応ハッピーとはちょっとどうなんだろうな、言い難いかもしれないけど、まあ綺麗に終わったんだよね。終わったのかな、綺麗に。はい、ということで、七種のゲームでもやっぱあれだね、DS ならではのさ、使い方とか、ね、結構忙しかったけどね、そのゲームモードとその探索モードで、コロコロね、画面表示を変えたりとか、するのは大変だったけど、なんていうか、やっぱり DS ならではのこういうことができてんのってやっぱ面白いなって、やってて思ったよね。しかも、怖えんだよな。携帯機でさ、なるとさ、やっぱりグラフィックの面とかさ、ちょっと荒いなとか思ったりするとこもあるけど、だからこその怖さ。ゲームパートはこういうドットのやつだからさ、よりなんて言うんだろう、ゲーム部分がドットだから普通の部分というか、その日常パートみたいな、そういうところが映えるっていうかさ、面白かったな。ずっとやりたかったって思い続けてよかったなって思う作品だったよね。ロードトゥーサンライズ。ああ、そうじわーっといくのか。え、何？生田朝日。そっか。セーブに成功しました。終わりか。
これであれなんだね、普通に全部終わりなんだね。はい、ということで、じゃあこれで七種のゲーム終わりたいと思います。これ一応中古なんで見えないモードっていう、何なんだっけ、ルグレーか、ルグレーが見えないっていうか、見えないっていうか近づくまで見えないモードっていうのがね、一応最初からあったんだけど、そういうのもあるみたいです。それってでもそん、まあ難易度は上がるけど、怖いか、急に出てくるんだもんな。はい、ということで、まあ七種のゲームこれにて終了とさせていただきたいと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。また別の機会にお会いいたしましょう。